ブランデンブルクイコールプロイセン。ブランデンブルクイコールプロイセン。ドイツ語、ブランデンブルクプロイソンは、ドイツ・ポーランドのホーエンツォレ・ルン家による両方国家連合。1618年に、プロシア公領とブランデンブルク選定公領の同君連合として成立した。この国家連合は、ブランデンブルク選定公が、プロシア公領を相続したことで成立した。1701年に、 プロイセン公が王に昇格すると、その他の地域もプロイセン王国の一部とみなされるようになり、ポーランド分割により主要な領土が地続きになるとその傾向は一層強くなった。しかし、ブランデンブルクなどの地域は依然として、新生ローマ帝国内にあり、形式上は同訓連合であるため、ブランデンブルクイコールプロイセンという呼称は1701年以降も用いられる。 1806年の神聖ローマ帝国解散により、名実ともにプロイセン王国として一つの国家となる。1415年に神聖ローマ皇帝、ジギスムントが、自ら兼ねていたブランデンブルク選定校くらいを、ニュルンベルク城伯であったフリードリヒ一世に授けて、以来、ホーエン・ゾレルン家の宗家は、この選定校を継承し、神聖ローマ帝国における有力な権利を享受していた。 一方のプロシア公領は、カトリックの騎士修道会国家であったドイツ、騎士団領が前身である。ホーエンツォレルン家の分家である、ブランデンブルクイコールワンスワッフ派辺教博家出身の騎士団総長アルブヒトホンブランデンブルクが、敗下の騎士と共に、プロテスタントに改修し、ポーランド王の創始家で騎士団領を世俗の両方へと改めることが認められ、1525年に、 世襲の公領として成立した。アルブレヒトが1568年に死去すると、うつ病を患っていたと言われる息子、アルブレヒト・フリードリヒが、プロシア公位を継承した。公領は、そのいとこである、アンスバッハ編教博兼クルムバッハ編教博、ゲオルク・フリードリヒが1603年まで、ついで宗家のブランデンブルク選定校。 ヨアヒム・フリードリヒが1608年まで、摂政としてめた。アルブレヒト・フリードリヒの娘アンナは、ヨアヒム・フリードリヒの息子ヨハン・ジギスムントと結婚し、ホーエンツ・エルンケ・ソ家に、プロシア公領を継承する権利が譲渡された。ヨハン・ジギスムントは、アルブレヒトの死去した1618年に、プロシア公位を獲得した。しかし、プロシア公領は百五十七年まで、 ポーランド王の創始下に留まった。ゲオルク・ビルヘルムの1619年から1640年までの地世の間に、ホーエン・ツレルン家の領地は30年戦争の被害を受けた。スウェーデンはゲオルク・ビルヘルムに同盟を敷いて、ブランデンブルクイコールプロイセンの領土を事実上占領した。ゲオルクの後継者、フリードリヒ・ビルヘルムは、スウェーデンとの間に講和を締結した。 また、スウェーデンは、ポメラニア公国を占領していたが、ブランデンブルクイコールプロイセンは、ポメラニアの要項、ボキスラフ14世が1637年に溶接すると、その継承権を得た。しかし、ボキスラフ14世は、スウェーデンとシュテッティン同盟を結んでおり、帝国全体でも継承権が容認されず、ブランデンブルクイコールプロイセンとスウェーデンは、その継承権をめぐり、 国境協定が結ばれた後も領有権をめぐって争い続けることとなった。その後、フリードリヒは、ネーデルランド連邦共和国との同盟を求めた。1648年のベスト・ファーレン条約で、勢力均衡が重視された結果、フリードリヒは、ヒンター・ポンメルン公領、東部ポメラニア、ハルバーシュタット市教領、民伝市教領を続領とし、 マクデブルク大司教領の継承権を獲得するという漁夫の利を得た。正確なスウェーデンとブランデンブルクの国境は、ポメラニアに定めら、シュテッティン条約で、ほぼ確定した。1680年からはこれらの領域とか民、司教領は、ブランデンブルクイコールプロイセンに併合された。スウェーデンがポーランドに宣戦線し、ポーランドの大洪水時代といわれる内戦に介入すると、 北方戦争が開始された。フリードリヒビルヘルムは、この戦争につけ込んだ。1657年、ブランデンブルクイコールプロイセンはで、ポーランド王ブアディスワフ4世から、プロシア公領,領の完全な独立を獲得した、1660年のオリバ協定によって確定し、プロイセン公国となった。条約では、ポーランド王権下の権利として、ホーエンツォレルン家の血筋が絶えたとき、 プロイセン広告は合法的にポーランド領に復帰するとされた。この条項は互いの国の統治変更で更新されるとされたが、1700年に期限切れになった。1675年、ポーランド王ヤン三世ソビエスキはフランスと密約を結び、ポーランドがプロシアを攻撃し、フランスはその間にオスマン帝国にポーランドイコールリトアニア共和国の領土の返還を求めるとた。 オスマン帝国への敵対行為の結果、ポーランドはブランデンブルクかフランスの敵対国オーストリアを攻撃するはずだった。しかし、ヤン三世は強硬に逆らい、ポーランドの上流貴族マグナートはオスマン帝国を大脅威として捉えており、ポーランドの有力者はベルリンやウィーンからの賄賂を受けていたために、この提案は破綻した。フリードリ・ヒビルヘルムの知性の下で、 ブランデンブルクイコールプロイセンは飛躍的に成長した。内政においてはポツダム直令を発し、フォンテーヌ・ブローの直令によって追放されたフランスのグノーを受け入れたことで人口が増加し、高度な技術や文化がブランデンブルクイコールプロイセンに伝えられることとなった。また、オランダ侵略戦争に付随するスウェーデンとの戦争に勝利し、新生ローマ帝国内における 影響力を高めることに成功した。これらの辞席によって、フリードリヒビルヘルムは大戦帝抗と称されるまでになり、ブランデンブルクイコールプロイセンの兄弟化の基礎、築いた立役者となった。新生ローマ帝国内では、ボヘミア王国を除いて、王号の使用を認められた諸侯はいなかった。しかし、プロイセン公国は帝国の領域外にあった。そこで戦帝国。 フリードリヒ三世は、スペイン継承戦争で、ハプスブルク家を支援する見返りとして、皇帝レオポルト一世からプロイセンにおける王号の使用を認められ、1701年にプロイセンの王フリードリヒ一世として退官した。これは、ポーランドとのすべてのつながりを断ち切ることを意味し、それを端的に示すものとして、フリードリヒ一世はポーランド語を流長に喋る最後のプロイセン統治者となった。 1773年、かつての広告は東プロイセン州に、ポーランド王領プロシアは西プロイセン州に再編された。1815年、旧ブランデンブルク選定広領は、それ自体がプロイセン王国のブランデンブルク州に変わっていった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。